ほど。村が騒がしいから戻ってみれば、そんなことになってたとはね。ソニア。クソ。あいつらなんでソニアを。カナタ。神の使徒と言っていたな。何者なんだ。聞いたことあるわ。噂程度やけどな。神キャスクを信じ、神のために生き、神に全てを捧げる信奉者、それが神の使徒というんやって。熱心に布教活動してはる高校野を想像してたんやけどな。だいぶ違ったわ。神の再臨のため、確かそう言っていた。ソニアをさらったことが何か関係あるのだろうか。どうでもいいんじゃね。善人ぶって懐に入り込むってやり口がまず気に食わねえ。それだけで十分だろ。あいつら締める理由なんてよ。戦闘今日はこれやから。なんだよ、ダメなのかい。話早くてええわって言おうとしたんや。うちもあいつらには腹立ってんねん。目的はわからないけど、とにかくソニアをさらったのは許せないよ。追いかけよう。助けなきゃ、ソニアを。カナタなら絶対そうするよね。逃げたって方角からすると、行き先は街道沿いのイエドナークかしら。私も行きたいとこだけど、あんたたち訳ありなんでしょ。さっさと動けるように船の修理を優先しといてあげるわ。ああ、その方が助かる。気遣い感謝するぞ、リタ。ソニアは変わり者扱いされてる私にも分け隔てなく挨拶してくれるいい子なのよ。絶対助けてあげなさいよ。失敗したらグーで殴るだけじゃ済まないから。うん、絶対に助けるよ。俺はソニアに話さなきゃいけないことがあるから。